アーセナルを指揮するアーセン・ベンゲル監督が18日に行われるプレミアリーグ第12節トッテナム戦に向けた意気込みを語っている。イギリス紙イブニングスタンダードが伝えた。強敵を前にナーバスになっているが、試合に集中している証拠だろう。ただ勝つことだけに集中する。今からトロフィーのことを考えてはいけないんだ。現在、私たちは彼らより下の順位にいる。昨シーズンも彼らは2位に躍進して、私たちは5位に転落した。ファンももちろんだが、選手もショックを受けたよ。でも今シーズンはチャンピオンズリーグ、CL、もないし、リーグ戦に集中できるんだ。週末の試合で私たちのクオリティを見せられると思う。